ロージズ・イン・メイは、アメリカ合衆国生産の競争馬、シュボバ。主な勝ち倉に2004年のホイット・ニー・ハンデキャップ、2005年のドバイワールドカップなど。2003年5月3日、チャーチル・ダウンズ競馬場でのメイドン競争でデビューし、2着。2戦目で勝ち上がり、アローワンス競争で2着、1着とした後、重傷初出走となる、ジェローム・ハンデキャップでは、 カチウマ・デューリングから10馬身離された6着に終わる。翌2004年4月、キーンランド競馬場でのアロワンス競争で復帰し1着、続く、オプショナルクレーミング競争1着を経て、プレイリー・メドーズ競馬場の G3 競争、コーム・ハスカー・ブリーダーズ・カップ・ハンデキャップで、パーフェクト・ドリフトを下し、重傷発制覇とした。自走のホイット・ニー・ハンデキャップでも再び、 パーフェクトドリフトを破って G1 競争を初めて制する。秋に入ってケンタッキーカップクラシックハンデキャップを勝って重賞3連勝。2004年に入ってトータル5連勝としてブリーダーズカップクラシックに出走するがゴーストザッパーの2着に終わった。2005年初戦のドンハンデキャップでセントリアムの2着に入った後ドバイに向かい。 ドバイワールドカップではスタートから逃げて最後はダインレバーに3場審査をつけて勝利。この後の5月頃、日本人により80%の場所権利が取得されたことが判明。年内はジャパンカップダートを最終目標に現役続行の予定だったが、8月に左前足にクッケンエンを発症したため引退。これに先立つ7月31日に、 ウィンズ札幌で行われたトークショーで購買者が岡田茂幸であることを岡田自らが明かし、購買には吉田テルヤが協力していたことが判明した。最終的にドバイワールドカップ優勝が最後のレースとなった。以下の内容はイーカブイスの情報及び記載法に基づく。2006年よりビッグネットファームでつなぎ漁され、同年は ヤシロダイスタリオンステーションを除いた最多配合等数192等を記録。2020年の種付け量は受体条件50万となっている。なお、シボバイン退治にはアメリカに戻す契約が添えられている。ふとじは GI 競争。ありがとうございます。